お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、今ね、グローバル19位。というわけで、こっからね、マルチをやっていきたいなと思います。で、デッキなんですけど、ウォールブレイカーですね。はい、こちらの、結構ね、前から、最近からまあ流行ってるウォールブレイカーデッキを使っていくんですけど、ヤナアメがね、ウッドザップだったりします。なんか、ウッドの人もいますし、ザップの人もいますし、雪玉はいないか。まあ、ヤナアメか、なんですけど、まあ、僕はヤナアメで、なんかね、今、ダクネがやっぱ多いんですよね。で、ダクネ、ミリ残りダクネのコウモリとかが、まあ、結構しんどくて、なんで、ヤナアメだと、ミリ残りね、ダクネと、まあ、他の周り巻き込みつつ、コウモリもね、通電処理できますので、って感じで、今、マルチやってて、まあ、ラバーとか、まあ、ゴレが多いかな。まあ、ラバー結構きついんですけど、まあ、頑張ってますね。で、ゴレにも頑張ってます。で、まあ、バルーンディガー、ディガープラスのザップ編成がきついですね。まあ、あとカーネージー、これ海外のプロなんですけど、まあ、うまかったですね。一回も攻めクロスされなかったんですけど。まあ、みたいな感じで、まあ、ディガー系がきついかなというところで、まあ、やっていきたいなと思います。一回勝って、運が良ければグロ一桁入れるかなぐらいですね。はい。まあでもグロ1まではね、66いってたと思うんで、ちょっと遠いかなって感じなんで、まあ、やっていければいいかなと思います。来たー、やっとマッチング来ましたね。わ、アントニーかわかんないですけど。これね、ホグクロスだ、ホグクロス。ドズルさんの動画でドズルさんがホグクロス使ってたんですけど、なんかその時の人だ。やば、よく覚えてる。ホグクロス、ヤリゴブ、メガコかサンガコか、スペルでファイボ系がなかったと思うんですよ。僕の記憶が正しければ。まあ、ですので、このマジアチョが生きるかな。防衛クロスからされるときついですね。前にも当たった記憶があるんで、ワンチャン防衛クロス系からされるとちょっときついかなぐらいですね。ウッドサイター、いや、ザップ、ヤナアメだって気がするな。これもしかしたら。オッケーオッケー。ファールチじゃねえよ、こいつ。マジアチョか。は生きてますので、いいんじゃないの。で、ホグにはいいんですけど、あ、そうなんですね。これがちょっと厄介ですね。ここ、ザップか。おい、オッケー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 。ヤナアメウッドでしたね。ヤナアメウッドだ。オッケー、覚えましたね。ヤナアメウッドですので、ワンチャンクロス来る。構える。さあ、来いよ。ホグ咲いた後ですので、ホグは来ない。はい、来ましたね。ヤナメウッドで今ヤナメ使ってばっかってことは、ここのコウモリがきついでしょ。で、もうディガで削ってきますね。で、今からヤナメぐらい。ヤナメ使え！オッケーオッケー。まあ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 。オッケー？しかも一発？オッケー！気合がちげえ！気合がちげえな、今のは。今のはね、よくやった。よくやりましたね。よいしょ。さあ、ホグか、攻めクロスか。まあ、クロスが残っちゃうと厄介なんですけど、これちょっとワンテンポ待ってもいいかな。怖いですね、ちょっと。ちょっと怖いですね。相手が何してくるか。諦めたワンチャン。いや、さすがにない。諦めたんじゃね、これ。嬉しいんですけど、動画撮ってんすよ、こっちは。グッドゲーム。これはね、まあまあまあ、美味しくいただきましょう。オッケーオッケー。これでね、多分、今さっき19位とかだったんで、まあ、12、3ぐらいには上がると思うんですけど、まあ、あとこのデッキね、軽量級なんですけど、まあ、ダメージ、1秒間に出るダメージはコウモリとか結構高いんで、こうすぐね、タワー落とせるのはありがたいですね。よし。さあ。いや、24。まあまあまあ、この辺で24とするならば結構美味しいですね。さあ、10位ですね。いやー、まあ、僕の好きな数字11なんですけど。まあまあ、いいんちゃいますのっていう感じです。さあ、2戦目やっていきましょう。来た！お腹がすいたとか言ってたら、マッチングしましたね。はい。ルコダブスはね、海外のプロですね。よろしく。ウエストの方ですね。しかもね、トラ低いんですよ、これまた。これ負けたら、40何本とかね、取られると思いますので、まあ、負けなければいい。コカツかな？コカツちゃんだったら相性いいんですよね。まあでも、ギャング、いや、わかんない、まだ。ギャングユーノってなんだ？ギャングユーノ、さあ、勝ちますよ。勝ちに行きますよ。ギャングユーノ。ギャングユーノ、ダックプリ？何これ、ドラフトやってる？雪玉咲いた、オッケーオッケー。てか、コウモリ無双でしょ？早めに出して。ん？なんだこれ。あ、わかった！これあれだ。なんかね、なんかあるんですよ。ダックプリユーノ、ウッドザップだ、多分、これ。
あの僕の記憶が、ん？いや違うわ。ごめんなさい。ごめんなさい。嘘ついた。ただの、なんか知らないダクプリユーノの枯渇だ。ただの枯渇でしたね。申し訳ない。なんかウッドザップのなんかダクプリユーノディガー削りみたいな変なデッキを使ってる人がいたんですよね。なんでそれかなと思ったんですけど、ただの枯渇でした。申し訳ない。さあ、これ角度？いやー、うまいですね。これディガーで1調整ね。こう、整列って感じでユニット並ばせて、そこにね、マジックアーチャーで決めていくと。ほぉー、で、プリンス、雪玉でしたね。雪玉、まあ、端前プリンがちょっとうざいですよ。ここ、ダックプリンの突進をなくすように、ちょっと早めのバルキリーで、やんな、目咲いたら、バレルに対して、コウモリで防衛したときに、雪玉バーン食らいそうなんで、ちょっとね、そうなんですね。ここ一回、うわぁ、やべ。しかもあれがね、今。ここ一回ね、落ち着いていきましょう。オッケー。ちょっとはね、ダメージ受けたんですけど、ここね、落ち着いて、ここ延命したいですね。で、次のこのプリンが来るかな。オッケー、入るんじゃね？あ、入ってよ。あ、入ってる。で、ここね、たまたまね、ギャング来るから。こんにちは、ほえー、うまくない？今のはね、うまいね。もう、誰も、YouTube だから、誰も返信ないからね、自分で言っちゃうよって。よし。さあ、とりあえず、なんかスケルトンで流しつつ、とりあえずコウモリ流しつつ、おー、相手、ヤンキーになった、急にヤンキーになった。いやー、ありがてー。まあね、さっきの僕が上手いだけなんですけどね。わざとね、あそこのプリンセス単体に、嫌な目打つんじゃなくて、まあ、ディガー飛ばしたと同時にね、まあ、ダクプリとかユーノとか、他のユニットで受けてくる可能性があったんですけど、ダクプリ咲いた後っていうので、で、順番的にギャングがね、結構多分来てたと思いますので、来たらラッキー程度でね、決めちゃいましたね。イエーイ、まあ、15ね。15でもね、僕は嬉しいよ。はい、さあ、1個しかかかってない。まあね、ラスト。いきたいと思います。さあ、フレンチ、わかんないですけど、やっていきましょう。はい、速攻ウォールブレーカー。これが強いですね。開幕セパのウォールブレーカーが、相手はどっちか止められないんじゃないでしょうか。よし。で、あと、セパコウモリとかからのディガーがね、いいんすよね。でも、ディガー回ってね、うわいや、これ、同じようなデッキ説あるな。これ、一回ね、いや待ちたいけど、まあ、オッケー。うわぁ、そういう系か、エリゴレだな。何も出してこんのかい。コバルキーで美味しくいただくでしょ？で、ワンチャンやばいかな。回復しすぎ。回復しすぎ。これ、金撃度やっちゃおうかな。いや、事故るんだよな。うえ、来たー！今日調子いいな、俺。さては。今日調子いいぞ。で、ウォルベルカセパして、この辺がウッドが回っていなかったので、これで回ったのか。このコウモリいることによって相手攻めにくいよ。来たもボムタワー。エリゴレっすね、相手。エリゴレにはね、勝ちたいの。うわぁ。いや、嫌いだわぁ、マジ。マジやっちゃ嫌いだわぁ。使ってるけどさぁ。で、ここね、さっきウォルブレウッド使って回っていません。回転早めでね、行くと、これヒーラーもね、どっこいしょ。あ、え、それ入るんじゃね、ワンチャン。運次第、俺の。で、ヒーラーの弱点はマジックアーチャーです。回復するんでね、しかも攻撃力低いんで、自分からね、打つ量増やしてくれるんですよ。ありがてえよー。よし。調子いいんだよな、なんか。さあ、エリゴレ来ましたね。ここはね、一回後ろから、てか防衛から行きたいですね。で、ボムタン置いて、まあ、ディガーとかマジアチャーで多分壊しに来ると思うんで、もう構えて、ちょっとどかしたいですね。まあ、来るんだよね。そう、知ってるんだよね。来るのは。で、オッケー。このライドラーも、こう、バルキリー出して、こっち側に寄せてあげて、このボムタワーで、オッケー。マジアチャ低めに出してあげて、オッケー。いいんじゃない？なんか聞いたことあるよ、どこで。これだと、こっちサイドだけしっかり削っていきたいですね。もういよいよ、エリゴレ出さない、あ、出すんかい。これね、すげえ厄介ですね。まあでも、ボムタはやっぱ強いんだよね。
で、このバルキリーが受けてる時に横からちょっかい出して処理できたら理想なんですけど、え、ヒーラーがちょっとやばい。このまま、おっきい。いや、これ矢の雨がね、こういうところでね、活躍しちゃうんですよね。これマジックアーチャーで射抜けますよ。僕ぐらいになると。え、これよっしゃしゃった？よっしゃ、いいしゃしゃり。いいしゃしゃりですよ、これは本当に。ちょっと待って。3連勝しちゃったよ。マジで。これグロ、5位ぐらい来るんじゃないの？もしかして。ふぅ。まあ気分がいいっすね。3連勝。さあ、まあトロはちょっともらえれば。はい。あ、全然全然。全然知ってますって感じですね。さあ、何位でしょうか。お願い！7位。まあまあですね。上6640といった感じで、本日ね、3連勝ちょっと気分ええんすけど、まあここで終わろうかなと思います。あのね、まあ嫌な雨がやっぱね、今のもなんですけど、範囲が結構広いのよ。広くて、まあダメージも、あるんで、結構ね、他ネット処理しつつ、ダクネ、そしてコウモリ、ダクネから生まれたコウモリ、そしてマジックアーチャーとかもね、結構処理できますので、矢の雨がね、ちょっと、時代かなと。やっぱね、時代は矢の雨。というわけで、こちらね、ぜひ、まあ、ウッドとかザップ型もあるんで、よければね、そっちの方でも試してみてはいいんじゃないでしょうか。というわけでね、よければ、チャンネル登録と、高評価の方もね、よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。決してね、おねえとかではありません。では、バイバイ。